お疲れ様。お疲れ様でした。え、だんだん戻ってきた？あ、戻ってきました。はい。ね、はいはい。まあ、ただ自力はずいぶん減ったみたいだけど。そうですね。はい、もうちょっと出ないです。自転車はそこ。ね、風切ると。はい。まあでもあれだね。それだけ目標がたくさんいるから。そうですね。若い子が今本当茨城多いですし、うん、まあ、練習も一緒にする機会もあるんですけど、みんな強いです。はい。うん、ね、あの武田君なんかまだあれ頑張ってるし。そうですね。すごい、すごいと思います。あのレース見たらね、はい、ちょっと俺も頑張んなきゃいけないなとみんな思うよね。思いますね。すごいと思いました。はい、やっぱり気迫かな。気持ちがやっぱり強いと思います、ね。はい、普段一緒に練習あるんでしょ？あ、ちょっと最近、まあ、あの一緒になった時はやらせてもらってます、うん。はい、練習もやっぱりだけ気合入ってやってる？もちろんもう、はい、入ってます、はい。ね、やっぱそういういいお手本がそばにあるんで。そうですね。練習に対して、ね、自分の練習に対してあんまり不安はないです ね、うん、はい、ね。なんかあの成績悪くなるとこれじゃね、ああいう見てたらこういうわけにはいかんなって思うでしょ。うん、そうですね。そう、まあでも怪我 ね、あのが原因だったりこうするのもあるんで、はい、まあ、それはねしっかり体直してということでしょうけどね、はいはい、もうあの不安はどこにもない。あ、今はもうないです、はい。じゃあ明日しっかり頑張って。はい、頑張ります。いいところ見せてください。はい、ありがとうございます、はい。ということで、しっかりね戻ってきてますからね、あのまだ本命にはなりづらいと思いますが、アナトーハマは喜ぶんじゃないかと思いますね。クレバー